裏はうまい店大図鑑。はい、大野聖太郎です。今回はナクファイブのラジオの中でも申し上げましたがね、ナクファイブの片岡久志社長が愛する名店、浦和競馬場そば大田久保にあるほとぶき屋、ご案内します。私がこの店に通い始めたきっかけはもう25年近く前になるんでしょうか。浦和レッズの代表中川茂さんがこの蕎麦屋に飛び込んで食べたラーメンがうまい。聖太郎さん、あそこのラーメンうまいよ、行ってみたら、と言われて行ったのがきっかけです。こちら阿久津新さんとさっちゃん幸子さん、お店を訪ねる方はみんなしんちゃん、さっちゃんと呼びます。で、その後ろ姿は息子のけんちゃん、けんいちさん。こうして厨房に入ったり配達に出かけたり、一人何役もこなすことぶき屋のユーティリティープレイヤーであります。純子さん、いや、通い始めてね20年でありますんでね。でもね、ナックの片岡社長の一押しのメニューは食べたことがありませんでした。そのメニューなんだって？カツ丼です。ご覧ください、カツ丼。あまりにも当たり前のワントップなんで食べたことがなかったんです。片岡社長が言うんで、だったら食べてみようと言うんで注文しました。見てください、すごいね、カツ丼の魅力ってね、よだれが溢れ出てきそうですよ。じゃあちょっと時間戻します。調理スタート。主役のカツ揚げます。つゆを火にかけます。玉ねぎ入れてさらに甘みを引き出します。あ、カツ揚がりました。いい色だね。サク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 と手早く包丁を入れて、主役のカツを鍋にイン。カツカチ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 と卵を溶いていますよ。まんべんなくシュワーと流し込んでいきますね。ご覧ください、この手さばきを。汁を適度に切りながら丼によそわれた白いご飯にかけていきました。最後は主役をこうダーン、出来上がり。片岡さんお待ちどうさまってな具合で、おしんこ味噌汁ともに着丼であります。お店の情報です。今回大田久保ことぶき屋にお邪魔しました。定休日木曜です。営業時間、通常営業であると午前11時から夜8時半までですが、入店ラストオーダーは夜8時まで。で、定休日前日の水曜11時から午後3時までの営業で、夜やっておりません。入店ラストオーダーは15分前までです。現在の時短営業期間中は午前11時から夕方6時までです。15分前までに入店オーダーを済ませてください。時短営業の要請が解かれた後も営業時間変更の場合もありますから、店に確認してください。駐車場はお店の横に9台あります。で、お会計は現金のみ、カードなど一切使えません。お持ちください。後半はいよいよ実食。